どうもナムです。今日はですね、まあちょっと試してみたいことがあるんですけど、僕花粉症持ちで、ほんとこの時期とかくしゃみとか鼻水やばいんですけど、目もかゆくてね。そうで、まあくしゃみやとかはいいんですけど、くしゃみっても自然に出るじゃないですかね。そうなので、今回ちょっとくしゃみをね、わざと出して何回出るかっていうのをちょっと試してみたいと思うんですよ。まあ方法は簡単なんですけど、ティッシュを細くして鼻にこうやってやってくすぐって、くしゃみが何回出るかっていうのをちょっとやりたいなと思ってるんで、うん、くしゃみ出すとでも気持ちいいんち気持ちいいんだよね。ほんと出そうになってほんと止まるとちょっとクソって思うんですけど、出るとほんと気持ちいいんですって。ちょっとじゃあやってみます。まあ出るかな。ああダメだ。ああくすぐってくすぐって、あ出ねえぞ。あ、ダメだ。出れ。あ、鼻が痛くすぐってるだけになっちゃう。あ、やばい。せめて1回は出したい。ダメだ。出ねえ、やばい。すっげえなんかくだらない動画になっちゃった。鼻がもうくすぐったいだけだよ。全然出ねえ。涙出てきた。あーダメだ、出ない。やっぱ自然に出るの待つしかねえのかな。だーくそ。はい、というわけですいません。くしゃみは出ませんでした。ダメだ。なんか、すっげえ変な動画になっちゃった。ごめんなさい。すいません。やべえ。ちょっとまたリベンジしよう。本当に、こう出る人、今のでやって出る人いますよね、くしゃみ。すごいな。僕出なかったわ。ちょっとすいません。リベンジします。本当すいません。本日も見ていただいてありがとうございました。バイバイ。もしよろしかったら、評価やコメント、チャンネル登録など、よろしくお願いいたします。それでは。